三十振袖山本周五郎一お雪が水戸松の裏口で転んだ時折よくその棚に巴の旦那が来て遊んでいたそれでそれがその二人のつつましい縁の始まりになった水戸松は日本橋上佐町の 越中堀の貸しに面した路地の角にあるごく小さな客の七八人も入ればいっぱいになるくらいの飲み屋で魚も格別これと自慢するほどのものはできないし飯はぶっかけと決まっていた客も裏ぶれたような人たちが多く越中堀に入る船の船頭とか裏棚に住む職人や費用取り また通りがかりのかご屋とか車ゃなどというのが主であった狭い棚の一方におでんの鍋があり主人の平吉が控えていて魚の皿をこしらえたり酒の缶をつけたりするその鍋前に半台が鍵の手に取り付けられからだるえござを乗せた腰掛けが並んでいる。 「客はそこに腰をかけて飲んだり食べたりするのであった」「こう言えばわかるとおり水戸松はごくケチ臭い飲み屋である」「家族は主人の平吉と女房のお松だけ平吉は片方の足がない太ももの半ばから切断されているのである」「体格は相撲でも取りそうにたくましいし」 眉が濃く目がぎょろっと大きく唇が厚く顎が張っている鍋の向こうに腰掛けていると片足のないのが見えないからよほど立ちの悪い客でも食い逃げや飲み逃げをしようなどという気は起こさないようであったお松は亭主より5歳下の三十二歳である背丈は五尺そこそこしかないが 亭主が動けないので棚の仕込みはもとより立ち働きは皆彼女がするためか体はよく肉づいているし丸顔の方はいつも張り切って赤く油性で冬でも鼻の頭に汗をかいていた食い逃げ飲み逃げの客はなかったが夫婦とも人がいいためについ貸勘定がたまりがちで 自分たた。ちはひどくっ迫しているのが常であった「もう数年前のことになるが雨の降る夜の10時ごろにもう棚を閉めようとしているところへ客が来た」「酒を2本ばかり飲んだ後、とぶっかけを1杯と注文された」「ぶっかけというのはネギとあさりとかたたきいわしとネギなどの汁を飯の上にかけたどんぶりもののことで」 その時、汁はあったが飯がなかったた。が、が飯なか「もう客はないだろうと夫婦ですっかり食べたあとだったのである」「しかし商売だから断るのも惜しい」「飯が冷たくってよければ」と言ってお松がひそかに路地裏へ抜け出して行きカモジアのみから「丼に一杯の飯を借りてきて間に合わせた」などということもあった。 あの時その借りた飯でさえ56日も返せなかったっけな夫婦は時に思い出して苦笑し合うが現在でもそれより良くなっているわけではない仕込みの銭がなくて店を休むこともあるし酒屋の勘定には絶えず追われているし特に去年天明6年関東一円にひどい水害があり金国に飢饉が起こったりしたので 年が変わったこの5月頃からひどく不景気になり寒くなるにつれていよいよそれが深刻の度を加えるばかりになったので水戸松もこのところ随分苦しい状態を続けていたこういう棚にしては巴屋の旦那は場違いの客であった年は四十五六肩太りのがっちりした体で 色がが黒く、眉毛が薄く、眉毛薄小さな目つきで全体が田舎の障子主といった感じであった大名島の着物に黒っぽい紬の羽織をかけ木綿の足袋に小曲げたという格好もひどくやぼったくて見栄えがしないし話しぶりや飲み食いの様子などは変に堅苦しくむしろ陰気な方であった。 初めて来たのは9月頃であるが振りの客だと思ったので平吉もお松も注意しなかったしかし中2日置いてまた現れそれからずっと3日に1度ずつ欠かさず来るようになった旦那の来るのは夜の9時過ぎと決まっていた遠慮がちに入ってきて2品くらいの魚で酒は3本 ゆっくりとすするように飲んで感情には必ず心づけを置いてそしてまた遠慮がちに帰ってゆくのであったこの棚がお気に入ったんだぜ平吉は女房にそう言ったいいお客様だよ大事にしてあげなくちゃいけないわお松も亭主にそう言った来始めてからひとばかりたって 初めて旦那は平吉に話しかけた。その、と旦那は言った「棚の名の水戸松というのはどういうところから付けたんだね?」「足どもは水戸のものでして」と平吉が答えた「こいつの名がお松というもんですからそれでまあなんとなく」「ああ旦那は微笑した」するとつまり のろけみたようななもんなんだね。冗談じゃねえとんだことをおっしゃる平吉はごついたそんな軽口を言う人には全然見えなかったし自分の方には思い当たることがなくもなかったからであるしかしそれが親しくなるきっかけになったようで棚が立て込んでいるような場合には一間しかない奥の部屋へ上がって飲んでもらうようになった。 こんな具合にして、やがて彼が京橋の水谷町で友江屋という旅屋を営んでいること。生まれは新州の小淵沢。名は喜平、事情があって家庭が寂しいために、そんな風によそで飲むのを楽しみにしている。などということが少しずつわかった。寄り合いなんぞで茶や酒も飲むけれど、と旦那は言うのであった。 私はどうもそういう派手なことが嫌いでこの兵さんの棚のようなところでないと落ち着かないんでねつまり田舎者の貧乏性ということなんだろうねそんなふうに言う時旦那の喜兵はいかにも寂しそうで慰めない様子がうかがわれるのであったこんなケチな棚をひいきにしてくださるのはありがてえが。 とある時平吉が言ったそれだけのお店の旦那なんだからご家内がお寂しいんなら気に入ったものもお一人お囲いなさるがいいんじゃありませんか世話をしてくれるかねお望みならすぐにでも探しますよ平吉は半ば冗談のつもりであったけれども旦那の方はそうではなく 時々それとなく催促をした。器量は少しぐらい悪くっても気立ての優しい子がいいね」などとさりげなく言う「薄情なことは決してしないしできるだけの面倒は見るから心当たりがあったら是非世話を頼むよ」相手が本気だと分かったので夫婦も真剣に探す気持ちになった。 こんなような時に、水戸松の裏口でお雪が転んだのであった。にこういうわけだけれどどうだろうとお松が言った。ゆうべ、あんたが転んだでしょ。私が出てみてあんただって分かった時、私、ああそうだって思ったの。すぐうちの人と相談したのよ。 おゆきはうつむいたまま、膝の上で両手の指の爪と爪とをすり合わせていた「私もう27なんだわ」おかみさんの話を聞きながらおゆきはこう考え続けていた彼女は小柄な体なのにゆったりして見える顔立ちも伸びやかで眉と目の間が広く唇の線も豊かな波を打っている 一口に言うとおかめ顔で髪の毛もちょっと赤いし決していい器量ではないが全体におっとりとした温かさがあって向き合っている相手に何となくしっとりとした気分を与えるようなところがあった「旦那がどんなにいい方かってことは会ってみればすぐにわかるわ」と松は続けた「こんなことをあんたに勧めるなんて」 私、ずいぶんつらいのよ。あんたにおめかけになれなんて、もしかよその人が勧めでもしたんなら、私、黙っちゃいやしない。いそれは分かってくれるでしょう。ええ、わかるわ。とおゆきが言った。よくわかるわ、おばさん。私、心を鬼にして言うわ。あんたも裸な気持ちになって聞いてちょうだい。 お花の,の頭には汗の粒がたまっていた去年の洪水からこっち不景気がひどくなるばかりであんたも内職ではやってゆけなくなっているおっかさんの薬も買えない日が続いていることがあるわそれから夜が更けてからの客で丼を持ってご飯を借りに行ったりね おゆきは黙ったまま頭の中でつぶやいていた「私はもう27なんだわ」お松は自分が世話になったことを話し続けたおゆきの家は元牧木町にあってかなり大きな鴨モ屋を営んでいたが父親のジロベ衛が何かの思惑に手を出して失敗しまた知人の借金の裏番をついたりした結果 棚をたたんでこの裏長屋へひっそくするようなこと「私、うすうす知ってるのよ知ってはいるんだけれどうちだって日の来るまでどうしてあげようもないじゃないのいいえしてもらってるわおばさんにはいつだってやめてよ恥ずかしいお松は頭を振った私はおゆきちゃんのお母さんにはずいぶんお世話になってるわ」。 水戸から出てきて誰一人頼るものがなかったしそれこそ夫婦とも北切りすずめだったから浴衣や肌襦袢やお腰までもらったことになったそれはおゆきが十七の年のことで父親は晩開作のためにかなり無理な奔走をしたらしいだが二年目の夏に急性の激しい利病を患って死んでしまった。 母親ののふみは前からの病診であった。痛風という頑固な持病で左右の足が絶えず痛み冬になると腰まで痛みが広がって苦しむのである。薬は広東トン人参を取材とした戦薬が合うのでそれを欠かさず飲んでいたが人参が市販を禁じられ人参座の先売制になっていら、 その価格は上がるばかりで、近頃では持ち役として使うには負担が重すぎるようになった父の次郎兵衛が死んでから母親は針仕事や内職で生活をしてきたおゆきは7つ8つの年から長唄と踊りの稽古に通い牧木町の棚を畳むまで続けていたので 一度はどどちららかかの師匠をやっってみたたううという話もあったしかし彼女はそういう派手なことが嫌いなので踊りの衣装も三味線も未練なく手放してしまい慣れない珍仕事に精を出していただがお松の言う通り去年からの不景気がいつ底をつくとも知れず秋口から冬になると 内職そのものも少なくなったし手間賃の払いも遅れがちでこれまでのどの年よりも生活は行き詰まってきていた「ねえ心を鬼にして言うわよ」と松は言った「世間がこんな具合だし病心のお母さんを抱えていてはお嫁に行くこともお婿さんをもらうこともできやしない」「それにあんたも年が年だし」 もしかして縁があっても子持ちのところへ後添えに行くぐらいが落ちだわ。ねえそのくらいならいっそちゃんとした人のお世話になってゆっくりおっかさんにも養生をさせあんたも暮らしの苦労から抜ける方がいいんじゃないの世の中には十五六で身を売る娘だって少なくはないのよ。 お雪はうつむいたままうなずき、わかったというように微笑した。豊かに波を打つような唇がわずかに片方へ曲がっただけで、泣きべそをかいたのと区別のつかないような微笑であった。ともえやの旦那があんなにいい人でなければ、とお松は続けた。口が裂けたってこんな話あんたにしやしないわ。 さんざおっ母さんの世話になっていながらあんたにおめかけになれなんて勧めるのはあたし煮栄養を飲むような気持ちなのよでもしょうがないじゃないのお互いにこんなひどい貧乏なんだもの他にどうにもしようがないじゃないのおゆきさんわかったわおばさんおゆきはやはりうつむいたままでいた もしその方が気に入ってくださるなら私その方のお世話になるわおゆきさん勘にしてこう言ってお松は前かけで顔を覆った「どうしたのばさん私正直に言っちまうわお松は泣き声で前かけの中から言ったあんたが承知して」 これれがうまくまとまくとばね、旦那から「あたしたちも世話料がもらえるのよ」「それがどうしたのよ」「おためごかしのようなことばかり言ったけれどあたしたちもその世話料がもらえれば助かるの」「心の中ではそれをあてにしていたのよ」「おゆきは顔をゆがめどう答えていいかわからず」 倒してそっとお松の膝を手で押さえたお松はやはり舞いかけの中から言った「貧乏もうここまで来ると情けないわね」やがて二人は相談を始めた「旦那に会うのは今夜着物はお松が都合することお雪は湯に入って髪を結い化粧をすること」 しろいもお松が持ってゆくし紙もお松が言うことなどすっかり手順を決めてそうしておゆきは帰っていった母親のおふみには詳しい話はしなかった寒くなってからほとんど寝たきりのおふみは紙化粧をする娘とお松の様子を床の中から眺めていたがおよその事情を察したのだろう やがて寝返りを打って壁の方へ向き掛け家具を額までかぶってしまった一度帰ったお松が迎えに来たのは夜の8時頃であったおそらくどこかで借りたのだろう地味ではあるが古文の小袖に厚い田の帯やや派手な色のしごきなどを包みから出し絶え間なしにしゃべりながら自分で手伝って おゆき、ね、は心の中でそう呼びかけた「誰が悪いんでもないこういう巡り合わせなんだもの世間にはもっと嫌なつらい思いをする人だってたくさんいるんだもの私平気なんだからどうかおっかさんも悲しがったりしないでちょうだい」。 母親のおふみはその時も壁の方へ向いて寝たままじっと身動きもしなかった3それから10日ほどたっておゆきと母とは京橋の小田原町2丁目へ引っ越したえやの旦那はおゆきを一目見て気に入りその家を親子のために買ってくれたのである。 それはちょっとした壺庭のある一戸建ての落ち着いた家で部屋も4つあるしすぐ前が堀で対岸は本願寺の土塀が続き土塀の上に高く本堂の屋根が抜きんでて見えた左の家は銀座の袋物屋の隠居所右隣は何がしとかいうお能しの控え屋で どちらもほとんど人声が聞こえないくらいひっそりと静かに暮らしていた引っ越ししてから3日目の夕方巴屋の旦那が来て家の様子を見おふみにも会ってしばらく話して帰ったがその翌日タンスや茶ダンスや兄弟、長火鉢そして買って道具や食器などのほかに矢具2組と座布団まで届けられた。 さすがにおゆきは興奮し我知らず浮いた気持ちになった「昨日は必要なものを見にいらしたんだね」とおふみも明るい声で言った「あんまり何もないんできっとびっくりなすったろうよ」「まあまあこんな細かいものにまでお気がつくなんて随分気の回るお方なんだね」だってもう年が年ですもの。 このくらいのこと当たり前だわ。おふみはちょっと目を見張って娘を見た。おゆきがそんな調子で物を言ったのは耐えて久しいことだったからである。おゆきは母親の目つきには気がつかず、自分が褒められでもしたようないい気分で、自分でも気がつかずに鼻歌を歌いながら、それらの道具を気に入った場所に配置するのである。 これれは幸運だったかもしれない。おふみは寝床の中から娘の様子を眺めながらこう思ってそっとため息をついた「あの方はよほどお雪が気に入ったのだ」「さもなければまだ何のわけもわからないのにこれだけのことをしてくださるはずがない」「これなら嫁に行ったのも同じようなものではないか」 本当ににこれれれで幸せにななるかもしれない。だがおゆきの陽気さは長くは続かなかった家の中がすっかり片づくとおゆきは銭湯へ行ってきてそれから楽しそうに夕げの支度をし二つもあんどんをつけて母親と一緒に食事を始めたその時はまだ華やいだ調子で 箸を動かしながらしきりに母へ話しかけたりまた絶えず振り返っては新しい家具の並んでいる部屋の中を眺め回したりしたそのうちにふとおゆきは眉を潜め箸を止めて目をつぶった「何がそんなにうれしいの?」。胸の中でそういう声がしたのである。 これはお前が人ののい物にななった証拠なのよ。「ほんの短い沈黙であったがおふみは娘の様子の変わったことに気がついた」「どうしたの気分でも悪いのかいえああい,いえおゆきは身震いをしながら目を開いた」「何でもないのあまり動いたから疲れたんでしょ?」そして急にに、食欲を失ったように 茶碗と箸を禅の上へ置いたそのあくる日の夕方旦那の騎兵が土産物を持ってきたおゆきは夕食の支度をしているところだったが喜兵衛は2つある土産のうち折り爪の方をおゆきに渡し「すまないがこれで一杯飲ませてくれ」と言い「ちょっとおっかさんに挨拶してくるから」。 そう断っておふみの部屋へ入っていった。おゆきはきへいの顔をまともに見ることができなかった。買ってもらった道具の霊もいいそびれ、重苦しいような塞がれた気持ちで酒を買いに行ったり、前後しらえをしたりした。そしてすっかり支度が出来上がってから気がつくと、母の部屋できへいと母の話している声が聞こえた まあ、おゆきは思わずつぶやいたおっかさんが人と話をするなんて裏長屋へ筆足して以来おふみはひどく人嫌いで相長屋の人たちが見舞いに来ても決して上へ上げるようなことはない水戸松の夫婦とは随分親しくしてきたがそれでも大抵は上がりかまちで話すくらいであった だが今おふみは喜兵衛と話をしていたふすまを隔てて喜兵衛の話におっとりと受け答えをするおふみの声がよく聞こえた「そうですあのミツバチです」と喜兵衛が言ったおばあさんは60ちょっと前でしたが10年以上も腰の痛みで苦しんでいましたどんな薬も効かず 当時も痛みを抑えるだけでもうすっかり諦めていたところでした「そうしてミツバチに刺されたんですか?」「いや知らずに刺されたんですな」と喜兵が含み笑いをした秋のことでしたが変な話ですけれどもおばあさんは縁側へ出て後ろ腰を裸にして太陽にさらしていたんです お日様の光で温めると具合がいいんだそうでそうしているうちに腰のところに何か触ったのでひょいっと手でたたいた後ろだから見えやしません何気なくたたくとそれがミツバチだったからちくりと刺されたいやもう痛いの何のおばあさんは飛び上がったそうですが。 ところがそれっきり腰の痛みが治ってしまったんです。それはそれは、わーっとおふみが明るい声で言った。そうしますとそのミツバチに刺されたのが聞いたわけなんですね。ミツバチの毒に何か効き目があったんでしょうな。もっとも蜂によって蜜を吸う鼻が違うそうですから。 どの花の蜜を吸う蜂でなければ効かないということがあるかもしれません。しかし現に私のおばあさんはそれでピタリと治ったんですから。それでは私もとおふみが笑いながら言った。来年にでもなったら試してみましょうかね。ミツバチの出る季節になったらぜひ試してみるんですな。 この辺では無理でしょうからどこか当治場へでもおいでになっておゆきはそこで声をかけ支度のできたことを告げた喜兵衛は座る前に部屋の中を見て回り「ヤグはおふみとおゆきのものだから今夜からすぐ使うように」とか「とりあえず着物を23枚作ろう」とか何か他に不足なものがあったら 遠慮なくそういうよういよになどとおゆきも喜兵衛の方は見ないようにしながら言葉少なに「はい」とか「いいえ」とか答えるだけであったやがて禅に向かって座り喜兵衛が酒を飲み出してからも両方が何やらぎこちなく話も途切れ途切れでどうにもうまく弾んでゆかなかった。 「おっかさんの部屋は日当たりが悪そうじゃないか」「騎兵がふとそう言った」「こっちが東でしょう」「するとこの六条の方がいいね」「今夜からおっかさんにこの部屋移ってもらったらいいでしょう」「はいでもそれは」とおゆきはうつむいたまま言った「この部屋は旦那様がいらっしゃる時に使いますから」 私は一日いるわけじゃないし向こうの部屋で十分ですよかまわないからそういうことにしてくださいはい、では母とお相談しまして「イン喜兵衛は半時ちょっとぐらいで帰った帰る時に紙包みを渡しこれで自分の好みの希雀を買うようにと言った」。 また「あさっての夕方に来るがその時月々ききの決まったものを渡すから」とも言った彼が帰った後、おゆきは母と遅い夕食を食べたその後で母親は騎兵の土産の品を広げてみせたそれは羽布団という舶来のもので元来は掛けやぐであるが下に敷けば床ずれがしないだろうからと。 特に探して買いい求めたた。ととうことであったなんだかあんまりよく気がおつきなさるんでもったいないような気がするよ」「そうねでも」とおゆきは禅の上を片付けながら言った「気がついてくださるのはありがたいけれど度が過ぎると押しつけがましいようでやだわ」「おふみは娘の顔を見た」 それからふと叱られでもしたように羽布団を畳たたんで脇へ置きヤグの中へ横になったお母さんにはこれがそんなに嬉しいのだろうかおゆきは勝手で洗い物をしながら悔しいような情けないような気持ちでそう思った娘のあたしを人の目かけにしてこのくらいのことをしてもらうのがもったいないなんて それでは私があんまりかわいそうじゃないな。なお、ゆきの目から荒いおけの中へ涙がポロポロこぼれ落ちた。お雪は自分のあわれさやみじめさを誇張し、喜兵衛や母親の独りよがりと無情さを憎んだ。それがわざと誇張し、自分から歪めた。考え方だということはよく承知しながら。 多分母親にもお雪の気持ちが通じたのであろう2人はその夜一言も言葉を交わさずに寝た約束のように一日おいて喜兵は来た毎月の手当それは多くもなければ少なくもない額であったを渡しその時々で必要なものがあれば別に出すしおふみの医薬代は の方で負担するとということを決めた彼はその日もまずおふみの部屋へ行き土産の菓子折りを開いて禅の支度のできるまでそこで話し込んだおふみは娘の気を兼ねてか初めのうちは黙りがちであったが喜兵衛のこだわりのない調子につい誘われたと見えいつかしら明るいおっとりした声で 楽しそうに話しをずるのが聞こえた。「あんな明るい声は随分久しぶりだわ」「酒の勘をつけながらおゆきはそうつぶやいた」「気が合うのかしらあの人もまんざらご機嫌取りだけじゃなさそうだわ」「おゆきはそっと微笑した喜兵はその日も半時余りで帰ったおゆきの作った魚をうまそうに食べた」 酒を三本飲んだだけである。「お互いのぎこちなさは少しもとれず話もちぐはぐでどちらも気分が重くなるばかりのようであった」「着物は買えたのかえ」「帰りしなに喜兵が聞いた」「一人で行くのが億劫くだったら水戸松のおかみさんにでも一緒に行ってもらったらどうだろう」 持っていると金というやつはすぐなくなるものだよおゆきはうつむいたまま「はい」と答えたあくる日おゆきは水戸松のお松を誘って買い物に出たふだん用の木雀を二反と帯を買い戻りにまた水戸松へ寄って半時ばかり話したがその時の話の様子では 騎兵衛は小田原町からの帰りに水戸松へ寄ってしばらく飲み直して行くということであったおゆきはただそうかしらと思っただけであるがお松はそれがさもじれったいというような様子でしっかりしなければだめだよと繰り返し言ったそのために小田原町の家というものがあるんじゃないの。今から帰りに、 よそへ回らせるなんてことじゃしょうがないわまたは落ち着かないからでしょとおゆきは答えたそのうちになじめばゆっくりすると思うのそうかもしれないけれどどっちにしろ初めが肝心だからねお松は念を押すように言ったあんなにいい旦那だしうちでもせっかく世話をしたんだから おゆきちゃんにはつらいことがあるかもしれないけれどうまくおさまるようにしんぼうしてちょうだいよおゆきはうなずいてびしょうした喜平は一日おきにきた必ず何かしら土産物を持ってきてまずおふみの部屋を見舞いそこで話してから初めて禅の前へ座るのであった 11月が過ぎ12月が過ぎ年が明けていったが騎兵のその習慣は少しも変わらなかった時に酒を飲み過ごすことがあっても10時になると必ず帰っていった雨の時雪の時ひどく北風の強い晩などおふみがよく止まっていくようにと進めるが棚のものに示しがつかないからといって っっさり立ち上がるのであったおゆきは依然として気持ちがほぐれなかった彼がいい人間だということも分かっていたしそんなにも自分たち親子に尽くしてくれることはありがたかった彼のいないところではそれを素直に認め心から頼もしく嬉しく思い今度こそもっと打ち解け合おうと決心するのである その気持ちには決して嘘はないのだがいざ彼と差し向かいになってみるとそれができない「私はこの人のかっこいいものだ」そういうささやきが自分の耳に聞こえてくる「自分は金で買われたのだ」「この人にはちゃんとした妻があり家庭がある」「何か事情があってその家庭は寂しそうだが」 彼の本当の座り場所はそこにあるし彼の本当の愛情はその妻のものであろう。自分は一時の慰み者だ。こういう思いが拒みようもなく胸にこみ上げてきて体も感情も凍ったようになるのであった。喜兵衛はそれを知っているのかどうか感づいていながら おのののの気持ちのほぐれるるを待っているのかどうか。どう時にはふと物思わしげな沈んだ顔つきになることはあっても怒ったり不機嫌な様子を見せることは決してしなかったし次々と着物や帯や串買いなど身の回りのものを買ってきてくれた「どうして怒らないのかしら」。おゆきは時々そう思ってイライラした。 気に入ららなかか、ったら怒鳴りつけるいっそ力いっぱい打ってでもしてくれればいいのに正月下旬になったある日ちょうど母が銭湯に行った後のことであるが日本橋の猿る棚から綿の厚いヤグが一組届けられてきたまるで嫁入りに使うような剣布の派手な色のヤグである。 その頃、ヤグなどは自家でも作るものだし注文した覚えもないので間違いではないかと断ったが確かにこのうちに違いないと言い張るので受け取ったそうして受け取った後でおゆきはそれと気が付いて赤くなったあの人だおゆきはそうつぶやくなり恥ずかしさと屈辱のためにカッとなった あの人に違いない。口で言えないものだからこんなことをしたのよ知らないような顔つきで何という人だろう5届けられたヤングを前におゆきが青い顔をして座っているところへ母のおふみが帰ってきた今年の冬は珍しくおふみの体の調子がよく5日に一度ずつ来る髪結髪結いにも 起きて髪を言わせるし、多少具合の悪い時でも後が楽になるので銭湯へはほとんど毎日のように通っていたおやできてきたのねおふみは勝手からこっちへ出てきながらそのヤグへ目をやってから行ったおゆきはびっくりして母を見上げた「できてきたのっておっかさん」。 おゆきは母の目をじっと見つめた。これが届くことを知っていたの知ってたともさ。私がおちかさんに頼んであつえたんだもの。そう言いながらおふみは自分の部屋へ入っていった。おゆきは唇をなめながら首をかしげた。おちかさんというのは髪結いの女である。 母が「なぜあの女に頼んでこんなものをあつらえたのだろうこれをどうしようというのかしら」おゆきがちょっと戸惑っていると隣の部屋で母の呼ぶ声がしたおゆきが入ってゆくと母は寝床の上で紙に串を入れていた「ちょっと座っておくれ」おふみは娘の方は見ずに言った「今日は」 ああんたたに話したいことがあるのよ。おゆきは座ったおふみはそのまま串を動かしていたがその手はかすかに震えていた「親の口からこんなことを言うのは嫌だから今日まで我慢して黙っていたんだけれど」とおふみは低い声でしかしきっぱりした調子で言った「どうしても見ていられなくなったから言ってしまうよ」。 お雪今夜もし旦那がいらしたらあんたからそう言って泊まっていらっしゃるようにしておくれおゆきはドキッとして目を上げたおふみはまっすぐに前を向いたままであるが娘の様子は見なくともわかるのだろうずっと小瓶の辺りが白くなり串を持った手がもっと震えたこう言えばわかるでしょう いくら旦那が気のいい方で何にもおっしゃらないからと言っていつまでこんなこれじゃあ,あんまりですよ。分かったわおっかさん。いいえどうせ口に出したんだからもう少し言わせてもらうよ。おふみはそれが二度と触れることのできない問題だということをよく知っているという口ぶりで。 みじめに勇気をふるい起こしながら言った。親として娘を嫁にやることもできず人のかっこいものなんかにすることがどんなにつらいかそれは私は言わないよ私はつらくとも先の短い体だからまだいいあんたにとっては一生のことなんだからねつらいとか 悲しいなんて言うものじゃないんだから。けれども、おっかさんは、あんたにこうなってもらうより仕方がなかった。私たちは、こうするより他にどうしようもなかった。そうだろう、おゆき。おっかさんが悪いんじゃないわ。おっかさんのせいじゃないわ。私、自分でそう決心して、水戸松さんのおばさんに。 だからって、巴屋の旦那が悪いんでもないはずよおふみは娘の言葉を遮った巴屋の旦那のためにあんたがこんなつらい思いもするんじゃなくって私たちの方から巴屋さんのお世話になったんじゃないのそれも通り一遍の人ならおっかさんだってこんなことを言いやしない あんたの好きのようにさせて見ていますよでも私はもう見てはいられなくなった家を持たせてくださったり物を買ってくださることを言うんじゃないのよお金のある人ならこれくらいのことは誰でもしてくれるかもしれないそうじゃない友恵屋の旦那のはそうじゃない してくださること一つ一つに心がこもっている。歌詞一人だって本当の気持ちがこもっているのよ。おゆき、あんたは若いからまだわからないかもしれないけれど、おっかさんにはそれが痛いほどはっきりわかる。かっこいいものとか慰みものなんてことじゃない。旦那は、 本心からあんたのことを好いていらっしゃる。それがわかるから、おっかさんは間に立ってどんなに苦しいかしれないのよ。分かったわ。よくわかったわ。おっかさん。おゆきは痛ましげに微笑しながら言った。私だって大抵分かっていたのよ。でもきっと私ずるいのね。 言われるまではいいやっていうような気持ちがあったんだと思うの「それじゃあ」とおふみは初めて娘の方へ振り返った「それじゃああんたおっかさんの言ったことを聞いておくれかいええおゆきはもう一度微笑した「うまくやってみるわ」おゆきは本当にそう決心した。 こんなこことがいい。つまでで続くものではないこんなん一寸伸ばしのようなことを続けていればそのうちにもっと悪いことが起こるおゆきもそう思っていた騎兵がいい人間であればあるだけ我慢が切れた時の呵責のない怒りも想像することができた「遅かれ早かれそうならなければならないんだもの」。 これれがいいい時かもしれないわ。騎兵はいつもより少し遅れてきた一日おきに来る習慣はきちんと守られているのでお雪はいつも酒耕の支度をして待っているその日はつぐみの味噌漬けがあったしほかにも二品ほど魚を多く作った騎兵は目ざとくそれを認め こらえしょうもなく嬉しそうな顔つきになった。そうしてその嬉しさを表現するのに困った様子で、いつになくお雪を褒めたりした。いい血色をしているね。今夜はまるで今湯から上がったように見えるよ。ええ、今お湯から帰ったところなんです。ああ、そうか。彼は継ぎほがなくなってどもって、 そうだろうね <laughs> 私はまたその後は口の中で消えたおゆきも間の悪い思いで目をそらしたいつもそんなふうであるおゆきが何かを言うとつい会話を中断するような言葉が出てしまうし騎兵にもそれをうまくつなぐ機がないそれでいつも話がしらけてしまうし これまではその方がが、勝手だったののであるがその晩は後のことがあるのでおゆきは口下手な自分を初めてもどかしく思っただが喜兵衛のいい機嫌に変わりはなかった彼はおゆきがいつもと違うのを感じていた来るとすぐ例の通り先におふみの部屋を見舞ったのであるが 珍しいことにおみはあまり話したがらず反対におゆきの方が明るい顔つきで立ちりの様子にもこれまでにない優しさがあった「今夜はバカに酒がうまいよ」喜兵衛は早くも酔いながら言った「少し疲れているせいかもしれないが一つゆっくりさせてもらってもいいかね」「どうぞ」とおゆきが答えた。 よろしかったら止まっていってくださいまし。6えというように喜兵は目を上げたおゆきの口からそんなことを聞くのは初めてなのでびっくりし信じかねたのであったおゆきは赤くなり喜兵の目を避けながらそれでも勇気を振るっていった新しいやんができましたから 止まっっててくださっても大丈夫なんです。あ「ああそれで」と平はまぶしそうに目をパチパチさせた「では今度いつかああそうですね今度それではぜひどうか大丈夫ですからありがとう」。喜平は低い声で言った「私も作らせているものがあるから」。 そしてそこでその話は切れてしまった「騎兵衛は例になく飲み過ごしたが本願寺の十時の鐘が鳴ると真面目な顔つきになりことによると今度は来るのが一日延びるかもしれない」こう言って帰っていったおゆきはほっとした気持ちと一種のはぐらかされたような失望とそしてそんなことを口にした恥ずかしさとで その夜はもちろんあくる日も一日母の顔をまともに見ることができないくらいであった一日延びるかもしれないと言った喜兵衛はそんなこともなくいつものように中一日置いてきた。朝から曇っていたのが午後から細かい雨が降り出しまるで春にでもなったような暖かい余韻になった。 騎兵は風呂敷包みを持っていたが例によってまずおふみの部屋へ行きすぐにお雪を呼んだ「ちょっと見てくれないか」彼は包みを開けながら言った「私の好みで染めさせたから色が少し地味かもしれないんでね気に入ってくれればいいがおふみは寝床の上に置き直っていた。 貴兵はその前で砂糖を開けて中から仕立てたばかりの振り袖を出してそこへ広げたおふみが「まーっと声を上げおゆきも思わず膝ですり寄った濃いうぐいす色のぼかしに袖から裾いっぱいに紅梅と白梅の花枝を伸ばした鮮やかで見事な友禅模様である。おゆきは胸がドキドキした まだ牧町に店のあった頃おゆきもそういう振り袖を作ってもらったことがあったそれは同じ町内の上問屋の娘で踊りのお稽古友達だったお秋野と一緒に京へ染めにやってこしらえたものであった私のは牡丹に桜の模様秋希ちゃんのは八重桜に曲水だった おゆきはその振り袖をまざまざと思い出した「やっぱりちょっと地味でしたかな」。喜兵衛はおふみに向かっていった「もう少し地色が明るく出ると思ったんですが地味どころですか派手なくらいですよ」。おふみは手を伸ばしてそれを自分の膝の上へ取り上げた。 この色だってこれより明るかったらこの人には着られやしませんでもまあなんて綺麗なんでしょうおゆきはそっと立ってその部屋を出たおゆきは泣きたくなっていた自分でも理由はわからないそのあでやかな友然模様が牧町時代のことを思い出させたためかもしれない またそれを見た途端に「三十振袖四十島田」という言葉を連想したが三十になって着る振袖と四十になって言う島田曲げとは女にとって最も悲しい惨めな姿だと言われる。自分はもう二十八だからそれを着れば文字通り三十振袖なんだ。こう思ったからかもしれない。 どちらとも言えないがその艶やかに美しい模様を見ているとやるせないほど胸がいっぱいになり危うく泣き出しそうになるのであったどうして振り袖なんぞ勝手に入って前後しらいを続けながらおゆきは口の中でそうつぶやいたこの年になってどうして振り袖なんぞ するとおかしいほど涙が出てきたのでおゆきは舞いかけで顔を覆いそのままややしばらく涙が収まるのを待った支度のできた禅を運び缶んどっくりを長火鉢の洞窟に入れてからおゆきは母の部屋へ戻った二人はまだ振り袖を広げて話していたおゆきは片膝をついたままで急に気分が悪くなったから すまないが寝かせてもらいたいと言った。二人はびっくりし、話をやめてお雪の方へ振り返った。気持ちが悪いってとおふみが咎めるように娘を見た。今まで何ともなかったのにどうしたのどうにも寒気がして辛抱ができないんです。だってお前、そんな急にせっかく旦那がいらっしゃってるのに。 いやあそんなことはかまわないが喜兵衛は首を振っていった気持ちが悪いんなら無論早く寝る方がいい湯に入って風邪でもひいたのかもしれないからねすみませんお膳はもうできていますお酒もつけてありますからおゆきは目を伏せたままこう言ってそっと立って出ていったおふみは呼び止めようとしたが喜兵衛はそれを止めて 気軽に笑いなががら立ち上がった。では一つ今夜はおっ母さんの前でいただくとしましょうかなそして喜兵衛はその部屋へ禅を持ってきた彼は明らかに失望した落胆と悲しいような不満とでひどく心が重かっただが彼にはそれを表に表すことができないむしろそれを隠すために 「いつもより陽気そうにおふみと話しさも楽しそうに飲んだ」「そんな酒が長く続くわけはない」「自分で缶をつけに立ったりわざわざネズミいらずを開けて必要でもないつまみ物を探したりしながら半時余りも手酌で盃を重ねたがどうにも間が持たなくなりやがて取っ手つけたような挨拶をすると」 追い立てられるように座を立った「あさっては帯ができるはずですが喜兵は帰り支度をしながら言った。できていたら持ってきます。どうか大事にするようにとおっしゃってください。あなたもお大事に。と言って喜兵衛は帰っていった。その翌日午後3時ごろであったが。 まだ降り続いている雨の中を、水戸松のお松が訪ねてきた。正月3日に来たままで久しぶりのことだったが、何やらひどく興奮している様子で、ろくに挨拶もしなかったし、ほんのわずかおふみと話すうちに、何度もちぐはぐな返事をしたりした。それでおふみにはおよその冊子がつき、改めてお松の顔を見ながらいた。 あんた「何か話があって来たんでしょそうじゃないのお松さん」ええそうなんですお松は待っていたようにうなずいておゆきの方を見ておゆきちゃんに話したいことがあって来たんですけどあなたにも聞いていただきますわおゆきはドキッとして目を背けた「それは」とおふみが言った「もえやさんのことなのね」 ともえやの旦那のことです。とうまはちょっと座り直した。夕べ、お宅から帰りに家へお寄りになって、十日近くまで飲みながら話していらっしゃいました。七、こちらでどのくらい召し上がったか知らないけれど、うちでも随分乱暴に召し上がって、ついぞない身の上話を聞かせてくださいましたわ。とうまは続けた。 それでうちの人も私もびっくりしたんですけれどおゆきちゃんあんたはもう知っているでしょう旦那にはおかみさんがいないってことおゆきはぼんやり目を見上げた旦那におかみさんがいないどういうことだろうおゆきには訳が分からず黙って首を振るばかりだった旦那に何ですって とおふみが聞いた「それはどういうわけなの?」「ともえやの旦那にはおかみさんがいないしおかみさんを持ったこともないっていうわけよ。あんたは知ってるでしょおゆきちゃん」「おゆきはまたぼんやりと首を振った」「話してくださいなお松さん」「おふみも寝床の上で座り直した」「一体それはどういうことなの?」 縁のなないいい。人が聞いたら笑うかもしれないあなたにもおかしいかもしれませんわ」とーマつは話し出した「旦那はまだ一度も結婚したことがないんです」って信州の小淵沢から出てきたのが11の年で京橋の五郎江町にある三用賀谷という旅屋へ奉公に入りそこで丸26年も勤めたんですって三用賀谷というのはあなたもご存知でしょう 26年も勤めたのは途中でご主人が亡くなったためにご長男が17になるまで暇をもらうことができなかったんだそうですわでもそればかりじゃなく私は旦那の性分でもらってもいい糸とをもらわずに辛抱したと思うんですそして28の年に今のところへお棚を持ったまま今日まで7年ずっと独り身で。 悪遊びもせずに通してきたっていうことですわだってみょうがさんやお棚内というものがあるんでしょうもちろん縁談はあったらしいんですお松は鼻の汗を拭いたでもそれは旦那の気に入らなかったんですよ。う3度ばかりあった縁談を断ると今度はもう口を聞くものがなくなったんですって旦那は自分の年が年だからっておっしゃってましたわ 男ぶりはこの通りだし口は部長法で気は利かないしそれに生実家店の方が繁盛して弟子も5人置くようになったのでいざ嫁という段になると中に立つ者も,のもこちらも気が重くなる結局よそへ世話をする者を置く方がいいんじゃないかそう思って当たってみるとその方ならいくらでも話がまとまりそうなんですって。 旦那ののお人柄のせいがあるかもしれません。それならなおさらだけれど嫁の話は難しいがそうでなければ相手があるというのは悲しいじゃありませんかおゆきは深くうなだれたまま小刻みに肩を震わせていたおふみはそっとうなずいたおふみにはわかるようであるそれはいかにも喜兵の人となりを証明するようだ 気が良くって真面目で引っ込み思案な彼の姿がその話の中にまざまざと見えてくるように思えた「おゆきちゃんと会うまではほんの飽きるまでのつもりでした」ってトーマ松はなお続けたけれどここへ家を持っておっかさんとも話をするようになったらもうとても別れるつもりにはならない生涯一緒に暮らしたいし できることなら水谷町の家へ入ってもらってちゃんと祝言もしたいっておっしゃってましたおゆきちゃんお松はそっちへ向き直ったあんたこの話知ってるんでしょおゆきは黙っていたもう足掛け三ヶ月もなるのにあんたが知らないわけはないわ知ってるんでしょあんたもし知らないとすれば私おっかさんの前で言うけど あんた、それじゃああんまり白状って思うんよ。お松は指で目を押さえた。旦那はあの通りの気性だからご自分の方からこれこれだっておっしゃれないかもしれない。でもおゆきちゃんだって年齢じゃないし3ヶ月も付き合っていてそのくらいのことを感づかないなんてあんまりじゃないの。いいえ私言うは旦那はゆうべ涙をこぼしてらっしゃった。 私の気持ちはおゆきには届かないらしい」って潰れるほど酔っていたからおっしゃれたんでしょ。けれど私はおゆきとは別れられないって。おゆきはずっと立ちそのままそこを出て後ろ手に襖を閉めた。ごめんなさいあなた。タンスの前へ来ると心の中でそう叫びながらおゆきはそこへぺたんと座り。 両手で顔を覆った。「堪忍してください堪忍して」。両手で顔を折ったまま激しくむせび上げいやいやをするように身もだえをしたいろいろなことが分かったいろいろなことというよりこれまでのすべてのことが晴れてゆく霧の中からものがはっきりと見えてくるように切ないほど直に分かってきた。 三松さんのおばさんの言うとおりよ私白状でしたわ自分のことばかり考えていてあなたのことをちっとも知ろうと思わなかったあなたにおかみさんがいないことも知らずおゆきをそんなふうに思ってくださることも知らずただ自分の不幸せなことばかり考えていたなんてでもよくわかりました これから償いをしますわこれまでの分と一緒に10倍にも20倍にもして償いますわおゆきは立ち上がってタンスの中から多頭包みを取り出したそうして見えもなく泣きじゃくりながらあの振袖を取ってそこに広げたタンスを開ける音で何をするかと思ったのだろう おまつがふすまを開けてこっちへ出てきた「おゆきちゃんどうしたのこれを見てちょうだい」おゆきは涙にぬれたままの顔でおまつに笑いかけた「きれいでしょこれ作っていただいたのよ」はあとおまつはほっとしたように言った「それおゆきちゃん振り袖じゃないの」ええ振り袖お振り袖よ。 おゆきはそれを自分の腕にかけ、首をかしげながら甘えたような声で言った。私が着れば三重振袖だけれど、それでもいいでしょ、おばさん。そしてぐしゃぐしゃな顔でまたお松を見た。すみませんけれど、帰りに水隊長のお棚へ寄ってくださいな。あの人に、明日どうぞ来てくださいました。 けなのねいただいたこのお振り袖を着てお待ち申していますからっておゆきちゃんおばさん分かってくれたのねおゆきちゃんおばさん勘にして <laughs> おゆきはそう叫びながら飛びかかるようにお松へすがりついたすると彼女の腕から落ちた振り袖が まるでそこに勾配の梅が一時に咲き出しでもしたように華やかに明るくパッと尾を引いて広がる